地の底力今日も堂々勝利の大行進空を焦がした真っ赤な炎は正義を守るかがり火だ弱い相手はもう飽きた強い相手はどこにいる我ら最強我ら最強最強マシンロボ我ら最強我ら最強最強マシンに落雷操作不能またか昨夜から一昼夜頭の上に雷雲が居座っている百数十箇所に落雷だレーダー網や通信施設は完全に分断状態これじゃ身動き取れないぜうんおかしいまるで意思があるように我々の重要な機能ばかり狙って雷が落ちるとはとにかく修理班に向かわせよう修理班メインレーダーに落雷現場に向かってくれお忙しいんじゃかなわないよぼやくな仕方ないさうわ大丈夫かスーパーカーおホイールマンこのように落雷は我々の重要なところばかりを狙っていますおそらくこの雷雲は人工的なものでギャンドラーが我々の機能を麻痺させる目的で発生させたものと思われます雷雲を吹き払う方法はあるのですか強力な爆薬で瞬間的に飛ばしてしまうしか手はないでしょうその爆薬があるんだったらすぐに行動にかかりましょう俺たちが引き受けます残念ながらここにはありませんというとエメラルドシティのロムトロン生成所まで行かなければならないのですエメラルドシティということはそうです半物質です半物質半物質とはロムトロン生成過程において生まれる残留物質でアルファとベータの2種類があり両者が少しでも触れ合うと大爆発を起こすのであるおまけにこの半物質の寿命は約3時間しかありませんこの時間内にエメラルドシティとバトルベースを往復できるスピードを持ったものでないと空からの輸送は無理なのですか重量がありすぎますよし俺が行こうでもギャンドラーたちの真っ只中を通っていかなければならないのよ危険は承知だだが他に誰が行く心当たりはあるホイールマンさホットロッドと F1 の2人だパワーとスピードなら奴らに勝る者は確かにいないが俺は反対だあんなに性格の悪い連中はいないぜ奴らは運び屋のプロとして誇りを持っているそして不当に扱われた時だけ怒るんだしかしな無駄な時間を使うのやめて最善の道を探そうどうやらこの役目はホイールマンたちに引き受けてもらうのが一番だと思うがしかし誰が頼みに行っても一筋縄ではいかん奴らだぜ俺が行く奴らには貸しがあるんだ俺が話をつけようあ
奴らのレーダーは行かれてしまっているはずだ。ギリギリまで近づいて奇襲をかけるのだ。奴らこんなところに住んでいるのか。俺も昔3年ばかりここで暮らした。ここだ。ホットロッド F1 いるか。誰だ。俺たちに何か用か。覚えてるか。俺だ。バイクだ。バイク？あの出しゃばり野郎か。久しぶりだぜバイク。5年ぶりかな。何の用だい。仕事の話でも持ってきたのかい。ああ、運んでもらいたい物があるんだ。それで報酬は。俺が預かっているお前たちの命だ。ほう。忘れちゃいないだろう。酸性雨の中を走ってボロボロになっちまった時、俺が錆止めのメタルラスターをわざわざ取ってきてやったんだ。そいつを言われると弱いな。分かったよ。借りは返さなくちゃな。頼むぜ。お前らにしかできない仕事なんだ。思った通りの展開だ。やはりロムは奴らのところへ来たか。一足先に手を打っといて正解でしたな、ガルディ様。ロムトロンエネルギーを餌にすればどんな奴でもこちらの思い通りに動いてくれ。帰りには半物質でロムたちを跡形もなく吹き飛ばしてくれるだろう。非常警戒態勢。非常警戒態勢。ランドコマンダー5のメンバーは直ちに合流して迎撃態勢を取れ。繰り返す。ランドコマンダー5のメンバーは直ちに合流して迎撃態勢を取れ。あとは頼んだぜ。はい。任せといて。終わった。どうしたやつを。これしき。5人の乗員が最高の力を発揮するとき、ランドコマンダー5はバイカン風にも劣らぬ強力なパワーを持つのである。コンバットフォーメーション。フェノメナ1号は人工的に雷雲を発生させるだけでなく、レーザー誘導で狙った場所へ落雷させることができる。落雷の温度は太陽の5倍、3万度を超える恐るべき威力があるのだ。おい、大丈夫か。ああ、なんとか生きてるよ。
ギャントラーめ。ジェイ！スライン！コシャー君のやれ！切り行くぜ。ゆっくり登ってきな。なんてパワーなんだろうね、まったく。半物質の寿命はきっちり3時間です。それを過ぎると爆発は起こりません。分かっています。何としても間に合わせます。くれぐれも気をつけてください。アルファとベータが少しでも触れると大爆発を起こします。プロトラックにはアルファ、 F1 とホットロッドにはベータと別々に積んだので危険はないと思います。ではお世話になりました。剣道やみんなによろしく。どうした F1。 タイヤの空気圧がおかしいんだ。タイヤを交換していくから先に行っててくれ。分かった。だがあまり時間はないぞ。大丈夫だ、すぐに追いつく。だが念のためにホットロッド、これを頼む。ああ。よし、先を急ごう。返そうと思ってな。ロムトロンエネルギー、あんたたちの仕事は降りたってことだ。なに、一旦報酬を手にしたら何でもかんでもやるって言ったじゃねえか。こな、事情が変わった。俺たちはバイクに命を救われたことがある。借りは返すのが俺たちの仁義なんでね。どうせお前らもロムたちと一緒にあの世に送ってやるつもりだったんだ。だったらお互い様ってことだな。こっから先一歩も通すわけにはいかないぜ。やめた真似しやがってぶっ殺したら死ねえ。渡り鳥は海に落とした小枝に羽を休める。そして進むべき方向へ吹く風を待ち、自分の心に従い正義に向かって飛ぶ。人それを飛翔という。誰だ。貴様らに名乗る名前はない。ロム、プロトラック、どうして。あんな下手くそな芝居で俺たちをごまかせると思ったのか。わけはみんなホットロッドに聞いたぜ。すまん、お前たちより先にギャンドラーがやってきたんだ。断れば命がなかった。この仕事は俺たちの他にできる者はいないと思ったから、報酬を受け取って引き受けたふりをしていたんだ。その気持ちは十分わかっているさ。へっ、ごちゃごちゃごたく並びやがって、てめえらまとめてあの絵を食っちゃうるわい。天空中心剣、破顔剣、
追う必要はない。それよりホットロッドとバイクが危ない。やつは俺の半物質アルファも積んでいるんだ。カプセルが破損したら大変なことになる。少々荒っぽいが俺の知ってる近道を行こう。貴様らの思うようにはさせん。お父様、どうかみんなを救ってください。兄さん急いで。バイク、これに乗れ。これ式と言いたいところだが、意地を張ってる場合じゃないようだな。我がギャンドラを相手に舐めた真似をしてくれたもんだ。半物質もろとも灰にしてくれるわ。お手柔らかに頼むぜ。カプセルが壊れたら一瞬でお打物だ。じゃあ、あいつにミスミスやられしまうか。それよりはマシかもしれんな。ミサイルだ。あんなものを全力で振り切ってやるぜ。熱誘導ミサイルだ。ここ俺やる。先に行け。気をつけろよ。やってくれよ、ホットロッド。あと15分か。お、くそ、エンジンをやられたか。手こずらせよって、死ね。お、なんだ。しっかりしろよ、ホットロッド。ああ、大丈夫だ。さあ、出発だ。バリバリに行くぜ。フェノメナ1号がこれほど働いてくれるとは思わなかったよ。覚醒装置をオンに。どうやらお前たちにも最後の時が来たようだね。最大出力の雷で全員あの世に送ってやるから覚悟をし、我がギャンドラーにかなう敵などないわ。このままでは全滅だ。ロムたちは一体どうしたんだ。兄さんはきっと帰ってくるわ。ねえ、今何か車の音がしなかった？さあ、聞こえませんでしたが。ほら、ロムたちが。ロム兄さん。ロム、あと5分だ。プロトラック、俺が引きつけておくから、その間に半物質を打ち込んでくれ。よし、わかった。どうだ、思い知ったか。俺たちの底から今日も堂々勝利の大行進。
ムの意志を受け、剣狼が空中で光となると、時を超え、次元を超え、ファイルフォーメーションは完成する。バイカンフーは地上全てのエネルギーとシンクロし、自然現象さえも変えるパワーを出すことが可能となるのだ。バイカンフー、生きておったか。だがフェノメナ1号をもってすれば奴ももはや敵ではない。カモン、ザコどもを先に片付けるのだ。天空中心剣将来、よし、今のうちだ。兄さん、頑張って。助かった。ホイールマンと呼ばれる F1 とホットロッドの活躍でバトルベースは救われた。一人、二人、より強い仲間が増える。決戦のその日まで、負けるなロム、戦え剣竜バイカンフー。狼の丘と呼ばれる土地に第四の秘宝の手がかりをつかんだロムたちはついに狼の剣を探し当てた。しかしそこでガルディとロムはリューサの洞窟に閉じ込められてしまう。傷ついたロムは剣狼を奪われバイカンフーに合心できなくなってしまうのだった。次回、マシンロボクロノスの大逆襲、秘宝の谷の化石超人。最大の危機が迫ってきている。だが俺たちは逃げんぞ。チェーン